私で一番無理だろうって思った問題。あれは2022年早稲田大学の文学部パルテノン神殿の彫刻を4つの写真から選びなさいという問題があったんですが、これがえぐいぐらい難しい。正解となったのがエルギンマーブルという壁に刻まれた彫刻だったんですね。聞いたことあります？ないですよね。大丈夫、俺もなかった。これはあからさまに受験から見れば範囲外、しかも消去法でも得られない。なんてこった、罪じゃないか。いやー、えぐかったですね。と思いきや同年ですね、なんとこれ文学部だけじゃない、生後問題で小学部でもやっぱり出ちゃったんですね。これはもう悲劇の連続としか言いようがない。もう二度と出ないと思いたいですね。